大学シールメンバー中心としてユースクラブ活動を創意こと、今お話ありました、こう聞く耳がない人たちをどう一緒にこうやっていくかということとですね、どなたの文化引きアイビランクと、うちなんちはうちなんちならではのまた文化を学ぶと同時にですね、県外に地がある方やまた外国に地がある方々ん、むるさこのドゥーナーターのウヤファーフジ、また文化に寄り添っていきながらですね、活動し一路ことを停止心理生むといびん。沖縄にと自分はそのにいる人はそう感じないけど、やっぱり島から出ていったら、うん、ああ、やっぱり自分のふるさとのことを考えると思うの。うん、うん、はい、アイビンや、いや、これがね、あのアメリカ行った時にね、うん、姉のうちに行ったので、そしたらあそこはあの終戦当時外人と結婚してきた人たちがいっぱいいるわけ、うん、沖縄の、もうお坊さんたちが、うん、で私が沖縄から来たと早速みんな集まったわけ、あ、持ってきたのが、集まった向こうはもあのパーティーって言ったらみんな持ち寄りであるの、うん、必ず、うん、誰は何持ってくる持ってくるというんで、うん、いろんなのが集まるわけさ、うん、で集まってきた料理がね、アシティビチ、うん、タータティンプラ、うん、で、なんかの煮つけとか、うん、あえたの、うん、で、かまぼこ買いにシアトルまで行ったって言って、デンバーなんだけど、デンバーにかまぼこないんだって、うん、シアトル行かないと かまぼこが買えないんだって、うん、それからたまにハワイまで行くって、ハワイはあるじゃん、日本人がいっぱいいるので、かまぼこが、うん、でそういうことでね、外国行ったらさ、やっぱりね、あのうちなんちょうちなんの料理忘れない、あ、私はまた不思議だった、なんでアメリカ来てうちなんの料理食べないのって私アメリカ来たかアメリカの料理を出すのかと思って食べれると思っていたのに、うん、何でもじゃあ明日道食べないといけないのと思ったわけよ、ね、で向こうの人たちというのはやっぱりこんな時期になるとやっぱり沖縄を思い出して、沖縄の、ね、伝統的な料理を作るという、うん、やっぱりあの島を離れたら、はい、やっぱり自分の生まれ故郷は人しようと感じるんだね、うん、と思うわけ、うん、島にいる上でその恩恵を対してあんまり思ってないわけよね、はい、慣れてしまって、うん、やっぱり外に出たら初めて自分の島のことを、沖縄のありがたさとか、うん、そういったのが分かってくるわけよね、昔から の、はい、あの伝統料理も思い出してくるし、ね、うん、はい、この伝統料理ですね、よっちゃんばあちゃん、食でつなぐこういったくくるのあり方に、うん、はい、また中夜のリサが担当で、またあの日頃牛湾会などる自治会うとうて、また軍がちゆっかの日に合わせたる行事やイビンドや、はい、はい、中央アイビーがや、今日は森林作りを、うん、マルビンチャート、また地域のアンマーターとともに竹やび、はい、森林作り、森林、森林です、森林、ポーポー森林の、ポーポー森林、はい、ポーポー森林はね、竹やび、あの読谷の伝統なの、読谷、はい、じゃ沖縄でも作るところもあるけどさ、うん、ほとんどが雨菓子、ああ。全体にさ、あの麦、はい、平麦があるでしょ、はい、あれを入れるの、うん、がちゆか甘菓子、はい、チンピンも作るけどさ、うん、ちょっとあったね、うん、読谷あたりはチンピンもなかったり、ソメポーポーとかが、ソメポーポーはさ、あれカステラみたいなもの、本当のチンピンじゃない、本当のチンピン食べたければね、タレとクモジの地下に行ったりさ、昔からのね、本当に昔からのチンピンがね、はい、あの売ってるよ、意外な現代風になってね、みんなね、バター入れたり牛乳入れたりね、なんかいろんなのも入れすぎてさ、あの昔のチンピンとちょっと味が違ってきて、はい、でもあのソベの方、ラジオチチョル方ウイビーことやさい、うん、ソベのはさ、うん、あのカステラみたいになってるわけよ、うん、また新しい、うん、地域によってまた地域によって違うんですね、新しい伝統のあり方っていうのもまたそれぞれ違うんですよね、そうそう、最近、はい、最近が見たんで美味しいのはなんか、うん、麦あのメリケンコで作ったあの、はい、麦天ぷら、グーザータ麦天ぷら、 あれが美味しいよ、うん、シンプルであの麦粉で作ったあの天ぷら、
納豆エビが野菜、うん、そうでしょうね。作り方は分からないけど、うん、作るのも見たことないですけど、あれ美味しい。うん、無地天ぷらですね。無地天ぷら。はい。じゃあのチンビン、このポーポーですね。文化中華の日はまた地域を通って、はい、この意味合いがあのジャキバレー、このヤナムンシタナカ、あの牛の毛的味噌林日、こういったあのウガウサギてからあの、はい、こう悪いものを跳ねのけるっていう意味もあるみたいですね。はい。4日の日は上やびたしが、こういった群馬地の行事に。はい。あの、那覇の町街中にて、うん、あの、チンピンでもないんだけど、平屋地、真っ白な味付けしてないの、はい、それにあんだみすも巻き巻いて、袋巻いて、はい、これもまた美味しい、うん、さっぱりしていて、うん、油味噌の中に入れて巻いて、うん、これも売ってるよ。あのパレットコムで地下に行ったら、はい、昔の料理から現代料理まで売ってる。穴場エビや。はい。そしてよっちゃんばあちゃんのあの空母入りチーとかの料理ですね。うちな料理ってマーサイビーこと。あの空母入りチーや子供たちが遠のいたらさ、はい、なんでおばあちゃんあれ作らないのに。はい。やっぱよっちゃんばあちゃんの味なんですね。うん。まあ、お盆には作っておくよ。作って置いといたらね、温めてお客さん来たら出せるから。うん、はい、うん。はい。ニフェーデービル。それでは一度コマーシャル挟んだ後にですね、うん、はい、続いてのまたお話、あの、うまちの話、続きの話と、また昼夜また島言葉でいろいろ質問がエビこと、後ほどユダサルグと、ウニゲーサビラ。ウニゲーサビラ。はい。この番組は、株式会社、メガネトゥーワン、ハエバル店、医療法人正解、デイサービスセンター、もろみの里、かかず委員、くわえ皮膚科委員、有料老人ホーム宅老所、なごみの家、株式会社、丸内、サロンドモア、美容室、崎原土建、株式会社、株式会社 OSD、 デイサービス富さんち、寿司海産物石松、玉木クリニックの提供、北谷町文化協会島言葉部青年部、沖縄ハンズオン NPO の協力し、うつどき総意便。はい、時刻は生1時37分を回っております。 FM ギノワンウトーティ生放送でチムガナサシマクトバニュースウトドキソイビン。はい、よちゃんばちゃん、はい、はい、あの冒頭の方でシマクトバであの雨の話、ウフブイとかですね、ヘイブヤとかのお話、アイビーたちが中夜また体の部位について質問がアイビーこと野菜。はい、じゃあリサさん、ウニゲーサビラ、はい、ちょっとどうしようかな、顔から言ってもいいですか、せっかくなんで、はい、顔から内な口でですね、内な口にして、じゃあチラチラ、おでことかはヌンチイエビが屋台、はい、まあ、なんだっけ、これ額を内な口に、あ、ひちゃい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 、目はミーやビが、ね、こっち、うん、頭、頭のこう薄くぶ、薄くぶ、薄くぶ、後ろですか、これは後頭部ですか、後頭部、薄くぶ、薄くぶ、目がっぱい、後ろとかってこっちほら死体がこう出た人がいるでしょ、目が引っ込んで目がっぱいって目がっぱい前が出た人ですか、リーゼントやビがや、あいやいや、合併普通に合併、後ろに合併、まだ鼻とかはそのまま鼻です、鼻、うん、口もいや、鼻だよ、悪口言う時に必ずあの大人にじゃあ、いや、鼻だよ、笑いちゃう、鼻だよ、笑いちゃってる、もうまだ成人しない子供でもくせに認知の封じで言う言葉が、うん、生意気なみたいな、生意気って言う、生意気って言う、あれ大丈夫だよ、はい、えな、鼻だよ、よくよっちゃんばあちゃん、鼻水が出ること鼻ピーピーでよく言う、ちっちゃびーしが、うん、昔は鼻ピーピーでやびいたがや、
鼻水が出ること。鼻台が装備品とかですか。だから鼻台がついて、あの鼻台割ればっていうのは、ちょっとあの、ちょっと悪ガキのことに。鼻台割らんちゃえやとか。はい。まだあんまり物もわからない、店のくせにとか、子供のくせにちょろふじで、大人がよく使うことかな。はい。鼻が詰まることは何て言いますか。詰まることはちまいって言うから。ちまい。鼻ちまって。鼻ちまとん。鼻ピッピーシーとかさ。うん、あ風邪ひいてほら、うん、鼻水がピュッてしててヒンヒンってするさ、うん、鼻たるね、うん。鼻ピッピーシーとかさ、うん。鼻ピッピーとか詰まってると。鼻水とかってもう言うしさ。ちまとん。鼻水。鼻ピッピーよく使う。顎とかはヌンチ、指がやっちゃんばちゃん。顎。顎や、角人で指がや。角人はこっち。はい。もっと奥の方ですか。この角人は、はい、この横ですか。顎の横の方。エラ、エラなんですかね。エラの方さ、角人。なるほど。角人。ここじゃあ、まあ、口の方の顎は違うんです。まとめてじゃあ言う人も。うつげ。あ、うつげ。うつげ。うつげ。かくじ。かくじ。やなやおらんちゃや、かくじぐらいリンロってくる。みんなばしぐらいリンロってくるさね。しつけですね。ポカンってやられる、やるよっていう。わかりました。はい。じゃあ、そのまま下に。首はそのまま。首やり。肩。肩はぬんち。肩はそのまま肩で指輪肩、腕は腕、うん、手は T、手は T、親指は指指がよ親指は指とかさ指中指とかって言ったけど、うん、もう私も忘れてるさ、使わなくなる、はい、差し指とか小指はまた可愛いですね。イービングワンにやびがや。イービングワン。イービングワン。イービングワン。人さ、人さすという意味さ。はい。これは悪い。うん、はい。さし。ちょ、指さしそのものあらんと。っていう人をちょっと笑いものするんじゃないよっていう。ああ、これは教訓ですね。指さすというのは悪い。うん。うん。続いて、背中はヌンチ長に長に長に、長にがイーゴーさんとかイヤビがや長にイーゴーてん、背中がかゆいイーゴーさん肩よくそのも肩にしてや、肩がイーゴーさん腕けーな、はい、腕けーなけーなこっちよこっち腕よりもう少し上の方ですか二の腕この、はい、二の腕このこっちさこっちじゃなくてよ、はい二の腕はこっちはけーな。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 はい。で、腕はここの、ここなんていう、ここの部分が腕なんですかね。うん。指。でしょ、指は。はい。腕。T。T。T。はい。そして腰に行きますが、腰は、串。串。はい。串やみ。はい。串とか、がまく。がまく。ああ。入っちゃった。うん。こうやってくぶれた。うん、昔戦争になってからは、コカ・コーラの瓶が出ちゃうから、あれがかまここはコカ・コーラ瓶だった。コカ・コーラ瓶こうやってやってるし、中がちょっとこぼれちゃう。はい。コカ・コーラ瓶。昔は、ハチャガマク。ああ。ハチャガマク。ハチのガマクって、ハチのガマクって見たことないんだけど、ハチャガマク。ハチャのように美しいという意味なんですね。三大美女の一人ですね。ふくらはぎなんかの綺麗な人をダッチョウ組んだ子。ダッチョウ組んだ子。ラッキョウのような。そうそう。ラッキョウが白くて、ラッキョウ細くなって足首にちょっと。それで足が太い人。はい。足が太い人。デクニエ。デクニエさん。大根のようなたくましい足なんですね。かがんじでくにと言って。手巻きざるかがんじでくに。お尻のことちびって言うさ。ちびは今でも子供たちもよく使います。ちびって言う。ちびちびってさ小さいというのに。
チビチビ小さいことにチビって言うんですよね。あ、小さいお尻チビチビですあ、チビチビお尻がチビ、はい、うん、足に足はもうその膝膝、うん、膝とかフィサエビがや、あ、膝はチンシエビがや、チンシ、うん、膝はチンシさ、チンシ、うん、はい、あ、肘はヌチエビが、肘は肘、足がチンシ、はい、肘、そしてヒゲのことも肘、肘子供たちに聞くとみんな肘はマヤエビがやってる、あれ関西のねらんから肘バーバーだし、ヒゲボボボと入ってる肘バーバーし、関西のねらんがやってた包丁持ってんですってこうやってね、はい、包丁ですりうとるさんうとるさエビや髪の毛はカラジエビ、カラジ、カラジ、うん、眉はそのまま眉と言いますか、そのまま眉、うん、眉、まつげ、まつげはまっ、まちぎ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 、うん、いや、はい、きらむ、きらむあの民主が、うん、どうや見らんちゃう、うん、まつげの自分が見えるけど、うん、人の、人は分かるっていう、うん、よく人の悪口言う人さ、あの、うん、どうや見えんすや、うん間違いにしがというみたいな、うん、この身近なことからこういうことわざになってるんですね、うんうんうん、そしてよっちゃんばあちゃんがかけてらっしゃるうれぬんちやびが野菜てれうれぬやびが頑丈頑丈頑丈サングラスも頑丈んでやびがや、あの頃サングラスってなかったよ、ああ、はい、うん、ぬる頑丈でだ、うん、あのハイカラの人生だし、金縁眼鏡って言ってさ、はい、縁を金で、この声もが金、うん、ってやってさ、あ、それから、いれば、はい、金でも、はい、金のいればで、うん、だいたい同じさ、ハイカラでかい、この何に貼ってんの、刺し貼ってんの、うん、こっちに一つ、歯のことはそのまま歯ですか、歯、ベロとかはヌンチ、エビが、ベロはベロ、舌舌、あ、もちろん、舌舌舌舌舌舌とか、シバンで舌カンチリンドって舌カンチリンシバンでヤビがやるシバン舌とかじゃ、シバあシバ、舌はい舌カンチリン、カンチリンだたまったら、頭のほら頭に噛ってかん噛んでしまうと気があるさ、とても痛いさ、はい舌カンチリン舌カンチリン舌を噛んで、うん、はい、今こういう身近な言葉ですね、今子どもたちもあの伝えていけるように体の部位を今練習して、いるところですね、うん、小学生は今こういった体の部位とか何かの名称を今覚えていきながらですね、うん、最近ではあの先ほどよっちゃんばっちゃんからありましたこの、伝統の食ということで沖縄の、食の話をすると好きな食べ物一べ一べあのマシソルカミムやヌーヤイビーがやんで話するとあのナーベーラーヌの味噌汁ナーベーラースープスキヤイビンドっていう子もいたりですね、うん、ナーベーラーがわからない子もいました、はい、うんうん、やっぱそういった身近で聞く環境と聞かない環境がアイビークと野菜うちな料理までんあのわからんちょう、はい、いるということでですね、うん、なんでこれは最近ナベラーも、うん、昔はナベラーもぶさしてたけどさ、味噌で、はい、やつし、うん、最近はさっと湯がいて酢味噌で食べる人もいるし、うん、炒めないでその話です、はいはい、だから料理の仕方もだんだんもう、うん、今風になってきてるから、うん、分かんない人もいると思うよ、うんうん、はい、おやつなんかはよくソーミンチャンプルとかも作りました、おやつとして、おやつなんてないよ、はいグブリーさんみたいなおやつなんてこんな贅沢な失礼しましたまあ芋があったら芋盗んで食べて一回食べたら見れたら叱られるよ、うん、半目自分にいるもんかもろって言うさね、はい、うん、本当に貴重だったわけなんですよね、うんうん、はい、だから七分ないしまち感じするわって、うんうんうん、はい、七分ない七分ないね、天ぷらんかまりいいし、うん、はい、何にも入ってない天ぷらよ、
棒状にさ、やっちゅうとこもかたんよ、もとぼの市場の中で、衣だけ1本、ただ衣だけ、何も虫も何も入ってないよ、ただ細長くしてからね、はい、1本とさ、2円でたか、1円でたかや、もうこれ買うのが楽しみです。この間いただきました。衣美形ですか。衣美形。長くして。マサイギタ。うん。なんちやびがやさ、俺。いたがやや。これ親の目に住んでよ。帰ってきた学校帰りにさ。帰って食べて焼けけりゃかな。口あんだりたくばとくて。口へむるむくてかまんたんこもなし。まあからいや自分ちじゃがって力がさ、またあんだかしとかありますか。あんだかしはもう、こうもう高級品みたいな。あれ高級品なんですね。あれ貯めてさ、そうめんとか野菜のおつゆなんか入れて、これあの野菜も柔らかくなるでしょ。でそうめんもやっぱり油が入ったら美味しいさね。今はもうカリカリとしてくるそのまま食べるけど、なかなかあんだかしはないよね、今はね。そうですね、見ないですね。あんだかし美味しいよね、最近あんまがよく食べてます。あんだかしよ、まっすぐは放置て、はい、あのあれはヌンチやビタがやさい、この汁に何も一丁ネイビランこと、これナシルンディアビタやさい。これカチュウの、カチュウ油とはまた別の、カチュウ油とは違うさ、はい、カチュウは鰹節も入ってるさ、あれは太平洋、太平洋とも言ったよ、もう戦後よ、何も入ってないからさ、はい、おつゆだけだから太平洋、おつゆ行けること、太平洋とかナシルとコンビネーサーね、標準語で太平洋タガカンゲやビタカヤタガカンゲタレ、身近なことからこういうあだ名をつけたり名前をつけたり、本当にユニークな生活習慣で、うちなんか海が近いからさ、あんまりこう太平洋のおつゆ飲まなかったけど、なかなかなんか貝が入ったりしてるから夕方なんてあの、おつゆの具がなかったら、ザルは腰に下げてからね、砂浜に降りていったら、ハマグリが取れるから、ハマグリ取れて、だけど一晩水につけておかないと、あの砂飲んでね、で一晩水にかちけとって砂はかって、翌日の朝の味噌汁にしたり、夕ご飯の味噌汁にしたり、お昼は大体がね、もう産むとカラスごは簡単に、すくガラスすくガラスごはと産むと、お昼は大体もう、で夕ご飯はちょっとおかずごは作ったり、野菜ごは土作ったり、漬物のダッチョウごは出たり、ダッチョウ貴重品だったからさ、めったに食べられなかった。はい、ゴーヤなんかはよく主食でも、あゆみたいな夏野菜の、そんなにゴーヤあんまり食べて覚えなかったね、ゴーヤちゃんプロあるのあったけどさ、本当にたまにしか食べられなかったよ、今みたいにいっぱい作ってなかったの、ゴーヤは、はい、畑の芋が主体で作るからね、米と芋が、バナナは食べたね、バナナ、島バナナ、畑大体おうちの庭の角なんかにバナナは、でシーコさんって植えられてる、それからオート、カーブチーというの、屋敷が入れるとカーブチーも必ず植える、カーブチーってなんで皮が厚いわけ、でこぼこして、だけど中身はオートより、オートは酸っぱいわけ、甘いわけ、ニキビだらけの顔にカーブチャーと裸がブツブツしてるから、カーブチもブツブツしてるからさ、ニキビでほらブツブツやってる皮膚が悪い男の人たちがくさ、カーブチって応援なりますね。米島の人この方がね、あざらつけるのが、ね、得意でさ、バルチコ艦隊、はい、大きい方、髪の縮れてるのアメリカ、フライパンとフライパン、ムサイミニアス、はい、ニフェデビル、はい、
ちゅやの町の話からですね、よっちゃんばあちゃんにユニークな表現、うちらの、言葉、体の部位について教えていただきました。ニフェーデビル、ニフェーデビル、はい、そして来月やの6月うまちがいびいこと、6月うまちやあとうまち、あとうまち、あとうまちということで、はい、女性の方、うんぬ方にまたうがんうさぎがイチャビンと出ること、うん、ヘイビーこと、本当はあのシーミーに似てるよっていう方もいらっしゃったんですが、本当にこの、村上げてのこういったうがんごとが終わった後に門中で拝みに行くっていうのは日曜日に野菜、そうだった、うん、お墓には行かないんですか、昔からお墓には行かない、うん、うがんじゅうがんじゅうの、はい、あのあれはそれは行事、うんうん、はい、うん、カーメイのこのカ、井戸があったところに拝みに行ったりとかですね、うん、あの村川とかさ、うん、またあの村のムーツヤとかあるわけさ、うん、茶壇町のムーツヤともあるわけ、あ茶壇町全体のムーツヤがあるよ、 あそこジャーガロに行くかな、うん、1回か2回拝みに行ったけどさ、はい、なんか、ね、うん、そこの夫婦がいたけどさ、うん、で仏壇のあるところはそばの部屋であるわけね、うん、で、ね、構わないさ、来て拝んでもね、うん、たくさんの来て拝むのかね、うん、お構いなし、よくいらっしゃるんですよね、はい、はい、よっちゃんばちゃん、一平二平デビル、はい、エンディングなといびん、また来週イチャヤビラ野菜、うん、はい、そうね、はい、一平二平デビル、グブリーサビタン、はい、また野菜、あっという間に時間が過ぎるね。